こんんにちは奈美さん今回の深夜のコソコソ話 YouTube の未来はどうなるっていうテーマでねお話ししていこうと思いますいやこのね YouTube はどうなるっていうことなんですけども私はね YouTube ってなくなっていくと思うんですようそれはもう仕方がないことであってじゃあ YouTube がねこれから10年30年50年続くかっていうとそれはまあないなと思います うん、YouTube のね、成り立ちを考えてもそれは分かりやすくって、YouTube がなんでここまで人気になったかっていうとね、うんまあ、理由はいくつかあるんですが、例えばね、スマホが出てきたからっていうのは大きいです。YouTube がパソコンの前でしか見れないとすると、多分ここまでね、支持されてないんですよ。スマホで見ることによって、今までパソコンっていうのは自分の部屋でね、見るしかなかった。つまりはパーソナル。一人のテレビだったんですよ。 一人の情報受け取りのツールだったんですよ。でも YouTube があることによって、こういったデバイスに乗せて、ほらって見ることもできるし、みんなで見ることもできるし、自分で撮影もできると。撮影したのすぐアップロードもできる。だから YouTube っていうのが広まって、そして YouTube が今、加速度的に人気が出てきたのは、テレビーと事務所と芸能人、タレントさんとの関係が壊れ始めたんですよね。タレントさんも、 芸能事務所に入って、テレビでコンプライアンスを守って、その中で活躍していた、つまりは作り上げられた人物像が受けていた時代は良かったんですけども、芸能人は本当はどうなんだろう。あの俳優さんは私生活どうなんだろうっていう時に、その俳優や芸能人、もしくは有名な経営者の方、そういった影響力のある人が、自撮りでね、自分の取って出しって言って、いや、美味しいもの食べました。これ見てくださいよ、みたいな感じで。 普段の語り口調で私たちに語りかけるところに多くの人は興味を持つようになったんですよね。それが可能になったのが YouTube とデバイスの組み合わせ、そして Wi-Fi の回転速度と Wi-Fi のカバー範囲、こういったものが様々組み合わさって YouTube っていうのは出てきたと思うんですよ。で、この一つがかけても YouTube は今ほど活用が自由にできるものではなかったかなと思います。でもそうして YouTube のカバーする範囲が影響力が 多くの人に行き渡るようになると、当然ですけども、こんな動画を見しちゃいけないとかね、これはちょっと社会的にどうなのかなっていうふうになってきて、YouTube の動画削除とかね、一部制限みたいなのも起きてくるようになりました。これは YouTube の黎明期には考えられなかったんですよ。むしろ、テレビで表現できないことを YouTube では何でもできるっていう、無法地帯だったからこそ、ドカーンと広がったと思うんですよ。今では考えられませんけども、犯罪的な動画とかね、例えば拳銃を 製造するところとか覚醒剤の調合の仕方とかそれからアダルトなね、えー、ちょっとこうエロチックな動画とかも当初はできていたんですよでどっかから引っこ抜いてきた、あのー、動画コンテンツのコピーのアップロードもできていたんですよねでもさすがに今 YouTube っていうのは多くの広告主が参加することもあって動画をチェックするようになりましたよね そそれこそ目視とか AI とかでチェックして振り分けていくようになったんでだんだんとね刺激的なものはなくなって例えばびっくり動画ってのが YouTube で結構上がっていた時期もあります人気だったですでもびっくりがかなり過激になっていくに従ってこれはびっくりとは言えないよねと犯罪にもつながるよねってことでだんだんなくなっていったんですよあの一つねすごく危なっかしい YouTube のびっくり動画の例を紹介します これはね、エレベーターに乗りますと普通の人がねそしてエレベーターが途中で登ってる途中に電気がポンと消えるんですよびっくりするじゃないですか次の瞬間電気がパッとつきますああよかったっていうふうにエレベーターに乗った普通の人は安心するんですけども電気がついた瞬間に8歳か9歳ぐらいの女の子が変装してねゾンビになったところがそこにいるんですよ電気がついた瞬間それがパッと出てくるんでうわーってびっくりするじゃないですか それを撮影してみんなでわははって笑うのが結構ウケてたんですよそのようなびっくり動画が結構ねいろんなところで世界中で作られていて広告収入もかなりたくさん上がっていたんですよねでもその時にねとんでもない事件が起きましたあのエレベーターに乗ったのが今回ねたまたまね格闘技の経験者の方だったんですよそして彼女とデートの時にそれが起きました電気が消えた電気がパッとついた そしたら、ちっちゃい女の子の亡霊がうわーって出てきたんで、得意のね、格闘技でバーンとやっつけてしまったんですよ。それが YouTube で撮影されてアップロードされてるんですよね。当然ですけども、格闘技のね、屈強な男性の経験者に滅多打ちにされたその女の子は、その後、とんでもない目に遭ってしまいましたね。でも気がついた時にはもういたずらじゃ済まなかったんですよ。 で、男性にしてもね、彼女を守るためにいいとこ見せたかったんですよ。そして反射的に体が動いたところもあるでしょう。ういいことをやったつもりで、亡霊を俺は退治したぞみたいに思ったんですけども、実際にはそこにはね、単なる普通の女の子が変装して、しかもその動画を撮るために案内された子役さんだったんですよね。もうこういうことが度重なって、YouTube 動画で過激動画はなしになった。 またですね、その他にも、大食い動画っていうのがありました、最近まで。私も結構好きなんでね、見てたんですけども、これがね、なかなか検索に上がらなくなってきたんですよ。まあ、つまりは、食料品を無駄にしているっていう声が高まったりとか、それを真似して、大食い YouTuber になろうとして、無理してね、食事をオーダーして残す人が出たりとか、それによって体調を壊す人がいたりとかっていうので、こういうのを助長するのは良くないよねってことで、 当然テレビで大食いの番組もなくなったように YouTube でもできなくなってきたんですよ。だから YouTube ってね、影響力が増えたがために今のコンプライアンスガタガタのガチガチのテレビと同じようにちょっとやそっとの問題作でも削除されるようになったんですよね。うん、特に時事問題とかね、どこどこの国は何かを企んでいるっていうふうな都市伝説とか。 それから感染症の問題で独自な説を言う動画とかこういうのも全部ね削除されるようになってきましたね。も私もね結構削除されてるんですよ。でそれがね数年前は全然問題なかったのに今のコンプライアンスだとダメってものが遡って削除されたり動画の制限をされるんでもう YouTube 活動を長くすれば長くするほど過去の動画の自分でも忘れたようなね動画の アカウントバンっていうの,のの可能性が出てくるんですよねまあ、そうなってくると YouTube っていうのは次の段階に進まなくてはいけないのかなっていうところが一つありますあとあとはですね YouTube ではもうカバーできないような時代にもなってくると思います冒頭でお話しましたけども YouTube がブレイクしたのは YouTube 自体もまあすごいものなんですけどもでも YouTube を支えているデバイスですとか通信環境の問題 こっちに乗って YouTube がブレイクしたところも大きいと思うんですよ。そうなるとね、新しいテクノロジーが入ってきたりとか、ブロックチェーン技術がもっともっと進んできたりとか、量子コンピューターって時代になると、多分、テレビの延長線上みたいな YouTube っていうメディアはなくなっていくでしょうね。プラス、ガーファーと言われるものも多分もういらなくなってくると思います。じゃあ、どんなものが来るのかなそこまではわかりませんが、新しいテクノロジーが生まれたら、今までのテクノロジーで、 成長しててきた企業ははななくなるっていうのは世の世常ですそれは繰り返されてるんですよですんで YouTube や Google も次の企業にその座を明け渡す日っていうのは必ず来ます今までどんな大会社が潰れてきたのか数限りなく私たちは振り返ることができますですんで今君臨する会社も必ず凋落する日が来るというふうに考えられるんですよね まあご質問ではね YouTube の未来はどうなるってことなんで何年先の未来なんですかってことが曖昧なんですよですんでなんとも特定はしにくいんですけどもまあ1年という単位で未来を語るんだったらあんまり変わらないかなと思いますでも10年という単位になってくると多分私が今言ったようなことが起きてくると思うんですよねだから YouTube10 年後にはとても今と同じものではないと思います 他のテクノロジーが育ったのに YouTube だけ今のままってことは考えられませんし人間の意識も変わってきますんでねじゃあ将来の夢は YouTuber だって人が多いとしたら多分その世界っていうのはその子供たちが大人になった頃っていうのは随分変わってるでしょうね何に変わってるかまではわかりませんすいませんだけども YouTube が10年後にないということは私は強い確信を持って考えています もちろん YouTube という会社が別の事業をやり出してそれが名前だけ YouTube という形でね次の音声メディアプラットフォームを作ることは考えられますけどね YouTube の未来ですか色々、うん、いろいろ考えると面白いですけどもだいぶのこうやって毎日 YouTube をやっているとどんな変化が YouTube に起きようとついていけるなと思ってますそれはこの10年 YouTube がどう変わってもついてきたからという自信でもあるんですけどね それでは、未来のことは分かりませんけども分からないからこそ分かるまで回答が出るまで考え続けようかなと思うそんな私の、えー、こそこそ話でございました失礼します。